とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく入手した装備を使っていきたいと思います。これですね。ささやく槍、黄金で重力、エンチャントが虚無、クリティカルリフレッシュですね。では、ツタのアーマーと合わせて使っていきましょう。行く場所は、シーズンチャレンジですね。シュガーラッシュ取りに行きまーす。それでは、ナイトモードなので、急ぎ目で行きますね。この槍がね、俺、ちょっと前まで、結構微妙なやつだなと思ってたんですけど、そんなことなかったね。ある人のプレイ動画を見て、これは使えるなと思いました。で、それからね、ちょっと探して、まあ、そこそこいいのが出たんで、使おうと思ったんだけども、このね、槍は、ドラじゃない。キノコがいらないのよね。キノコなしで、十分戦っていけるので、アーティファクト欄が、一つ自由になるっていうことがいいですね。アミュレットを入れて、確実にダメージを下げることができるんで、戦いやすい。と、このリーチの長さを活かして、この、ツタのアーマーとの相性がいいのよ。絡め取って、敵の範囲外からガシガシ攻撃していけば勝てるんで、これはね、相当使いやすい。これ本当にね、メインウェポンにしようかなって思うぐらい、使い勝手がいいですね。まあ今ね、この槍が手に入ったんで、ちょっとね、弓をね、探したいところなんですよ。弓の、ピンクスコーンドレルか、グリーンメナス。まあもしくは、もう、あれでもいい。トリックボウ、ノーマルの方ね。あれでも構いません。クールダウン編成に、クールダウンとアーティファクトチャージかな。で、そしてそれに、弱体化と虚無がついたやつが欲しいですね。トリック棒系は全員にダメージが入って、すごくヒット数が多いんですよ。なので、その特性を活かして、全体に弱体化と虚無をばらまいて、で、それに攻撃をしていくっていう、そういう戦い方を、やっていきたいところですね。難しいんだけどね。出すのは。難しいんだけども、まあ、古代狩りで、なんとか狙ってはいけそうなので、やっていきます。でね、この、槍も、もう少しね、厳選はしたい。アンチャンティングが、ちょっと欲しいかなと思うんですよね。アンチャンティングあれば、高難易度はほとんどエンチャの敵ばっかなので、やば!なので、アンチャンティングの方が役に立つかなと思うんですよ。なので、それ探してます。OK。このまま、旗も取りつつ、行きますね。確かこの先にいたはず。取れない。めちゃくちゃ取れない。あ、ちょっと待って。ラグらないで。なんだ?モブダメージ 120% 増加。いいっすよ。なんでもいい。んで、この先にはもういないかな?いないね。強制戦闘があって、まだ先があったっけ?あ、まだちょっと、まあ、あるけども、ここが、中間地点みたいな感じだよね。確か。確かここが中間地点みたいな感じなので、あぶね、もう少しだね。基本、ポーションバリアはいつでもいけるように準備はしてるんだけども、怖い時はある。よし。あ、で、ここにも敵が出るか。オッケー。矢ももう600本以上あるんで、大丈夫でしょう。でもこの足止めが本当に使える。むちゃくちゃいい。
スタルアーマー見た目も俺結構好きだしね。これはいい。ポーションバリア付きを持ってて本当に良かった。よし、この先にも、どうだろうな、キャプテンいるかな。キャプテンいた。よいしゃ。ちょっと待って、ジオマンサーがうっといからジオマンサーまず倒そう。 OK。 どっち、脅威か。神秘の方が嬉しかったけども、まだいるでしょう多分。よっしゃ、なんだ神秘。速度か、速度はぬるいね。速度はぬるぬるです。あとは、ああ、いそうだね。まだあと1体ぐらいこの奥に。いるんじゃない？いや、いないな。えらいこっちゃだっこ。この先には、まあまあいないでしょうね。オッケー。ちょっともうちょっと探そうか。いや、いませんね、これ。まだ先があるか？まだ先があるならいいけども、ちょっと待って、リフレッシュをどんどん発動させていきたい。やば、危ね。どうもなんかいないっぽいんだよな。危ね。いてくれればすごく嬉しい。あと1個神秘があればいいんだよな。オッケーオッケー。ないね。え、もうこれボスかな、そろそろ。そろそろボスかもしんない。あ、もういないわ。やべ、あぶね。おお、アインダーマン、やめてくれ。よし、オッケー。あ、エンダーマンもね、足止めできるからいい感じ。いるぞ。こうナイトモードがやっぱ嫌だな。急に出てくるしな。で、あの雲がやっぱね嫌いなのよね。雲が、あいつにやられるともう即やられるんで。やばい、待って待って。よし、ふう、よし。ちょっと待って、ジオマンサーお前撃っといて。ジオマンサー嫌い。いや、もう嫌いな敵多いな。ナイトモードだと誰がね、あの正規の敵かわかんないよね。あ、やべ、もう相棒が来た、よかった。行きます。どこだどこだどこだ。あ、いた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 。リフレッシュ回復させときたいな。あー、ダメだった、ダメだった。エンジャーかかってるからね。まずエンチャンターからやっていきます。あ、でもそこそこダメージ与えたんだ。よし、どう、こいつで終わり。あれ違う、まだ敵俺倒してないやつがいるな。わかんないんだよね、このナイトモードに入ると。あ、オッケー、いけたみたいです。ではクリアですね。ちょっとぬるい演者でしたね。それでは見てみましょう。まあ255ぐらいかな、254か。どんな能力がついてるんでしょうか。これじゃない、クールダウンショットはある。で、虚無もついてる。一番左がアーティファクトチャージかロールチャージだったらよかったな。惜しい。いや、でもまあまあいいんじゃないですか。うん、今度古代狩りでしっかりと厳選していきます。はい、ということで今日はですね、これささやく槍使ってみました。いいね。
やっぱりこのツタのアーマーとの相性がめちゃくちゃいい気がします。すっごい使いやすいで、エンチャントだけども重力リフレッシュ虚無でクリティカルじゃなくてそこをアンチャンティングにしたいかな。まあまあクリティカルでも全然強かったんですけどね、もうちょっと、厳選した槍を、今度探していきたいと思います。出るかわかんないけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。